でもね、泣くと意外とお金が一面やってチャック全開でも優勝地元でやっぱり最後、まあ、優秀の美を飾れたら大木田中スアスリーチャンネル。さあここでは織田信成さんがゲストということで織田伝説を伺っていきたいと思いますけれども、あのこの間もねラジオに出ていただいて、うん、ヤフーニュースでもなっておりましたけども、えだって今カフェ始まりました。やりました、はい、オープンしました。オープンしました、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。高槻、大阪高槻、高槻にあの地元に本当にもう細々細くそうとやってるんで、2階もあるんですよね、はい、2階もあります。どうですか皆さん、お客さん来てくださる。前その神戸で愛称があって、はい、それこそファンの方が神戸に来た帰りに寄ってくださったりとか、高槻に寄ってくれて、はい、もう結構ファンの方も来てくださって。お店出てるんですか。僕まだ出てない、ちょっと愛称とか練習で忙しくて出れてないので、ちょっと落ち着いたら出たいなとは、はい、知ってます。無類のかき氷好きって知ってますか。それは知ってますよ、はい、うん、かき氷といえば織田信成って感じがします。イコール、なんでこんな好きなのって思うぐらい好きで、氷大好きですね。大好きです、うん、氷が大好きです。今まで食べたかき氷ナンバーワンはどこの、ね、いやそんな決めれないよ、決めれない。世界中食べてきたと思いますけど。いやいや、もうそれは本当に決め、ちょっとね、店長さんも見てるので、みんなちょっとお付き合いがお付き合いがあるのでちょっとじゃあ織田くんのお店の一番美味しいかき氷は。いや、うちかき氷まだ出してないの。あ、出してない。これからこれからちょっと今試作してて、家でちょっと自分でシロップとか作ってる段階なんで。家でかき氷機がある。あの業務用のね業務用のかき氷です。あのお店の方が使ってる業務用のかき氷機を使ってよくそんなでかいの置くねっていうぐらい。いやもう全然全然買って、もう本ちゃんのやつもどうしても欲しいってなって。あとはやっぱり、うん、トッピング大事ですか、かき氷って。なんかレインボーシロップかける。あ、レインボーシロップって何。同じ味のシロップをカラフルにかける、うん、ああ、うん、だからハワイとかで見る形のシェーブアイス的な、ちょっと違うのよ系統が。でもね、あれが好き、秘密堂の、うん、あのいちごのやつ。ああ、秘密堂ね、秘密堂さん。具体的な店舗名出しちゃった、ごめんなさい。これ織田伝説か。いや全然大丈夫ですね。甘いものも大好き。甘いものも大好きですし、もうこの、まあね、ちょっと場所言うけど、もうここ東京の中心じゃないですか、はい、もうここら辺パンケーキ、メッカ、もうかき氷ものは歩き回って食べました。ここ近く歩いて5分ところにすごい有名なパンケーキ屋さんのも知ってます、はい、あとだってスポーツ教室もやってますよね。あ、そうです。あ、僕自分のジム持ってて、そう、そこでスクールもやってて。自分で要は箱作ったんですね。作ります作ります。だからあのお金出して借りて、で中を全部自分でもう掃除して、で内装業者にお願いして、の台とか鏡とかも全部作ってもらって、機械とか。何坪ぐらいなんですか。 何坪だろう。でも結構広いですよ。一気にダンスレッスンしても20人ぐらいは一気に踊れるので。すごいですね、はい、それはじゃあ賃貸で借りてる。借りてる状態です。内装を変えて借りて、で、まあ、業務委託って感じで先生にお願いして、でレッスンしてもらってっていう感じです、ね、ビジネスマンですね。ビジネスマンです。いつまで滑られるかっていうのが分からないから、うんうんうん、であとこのねタレントもちょっとなるちゃんの前で言うのもあれですけど、いつまで続くかも分かんない、まあ、アサインされる、ね、そうそう、呼ばれたらいいけど呼ばれなくなるっていう前提で常に生きてるから。そうそう、だからもう僕株もやってますし、もうイデコもやってるし、もう全部投資もやってる、兄さんもやって、投資も全部、はい、この言葉遣いで、うん、誰にでもお願いしたらお金貸してくれると思う。どういうこと、どういうこと、ごめんごめん。この雰囲気で、はい、だからビジネスどういうこと、どういうこと。そう、タレントも一生続けられると思います。まあ、でもやっぱりその自分で生きていかない。あと泣かなければね。泣かなければ。いやいや、でもね、泣くと意外とお金だ。意外。え、あれわざと泣いてるんですか。ちょっと打ち合ってた。え、わざとは泣いてないよ。本当に泣く。でもその包み隠さずね、泣くと意外と。感動費用がダメ、うん、すごいんですよ、なんか、うんうん、いやでも本当にね、太一さんとかすごい、うん、そのスポンサー集めるの上手やなというか、人を巻き込む力が素晴らしいなと思うから、僕逆にそういうのちょっと苦手なんで。え、得意そうだけ、うん、いや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 、自分で何かするとかっていうのは結構好きなんですけど、あんまり人の力を借りずに限界まで頑張りたいみたいな。 あとなんか誰かに協力するでも自分で発掘したいみたいな。あ、なるほど。人の力を借りるんじゃなくてっていう、はい、あ、でもそれいいですよ。それが一番いいですよね、うんうん、だからすごい巻き込む力があるから素晴らしいなって。思いを共感してもらえるのが一番大事ですね、うん、やっぱり。あ、そうですね。やっぱお金はこう感情がちゃんと超えていかないと、うん、やっぱり
サポートしようっていう話にならないですよね、うんはい、だからスポンサーっていうよりサポーターです、うんはい、応援してくれるっていうのが一番大事ですね。でも今日東京に来て改めてお会いして、はいやっぱりあの東京の方が似合ってますもう悪い顔してる東京関西がもう一番と思ってますよ。僕すごい関西だった時違和感あって関西でも金稼ぎたいかと思って関西でも仕事せずにはおられへんのかと思ってそういう目でちょっと見てしまってだから今日やっぱり場所名言ったらもうやっぱ外苑前の顔してんなっていうもういやもう一番似合ってるもん多分スタッフの皆さんみんなそう思ってると思いますよ。僕のことをいじるのはもう脳内でいや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 あの時もあ意外と反応できんなと思ったねおっしゃる通りと思ってちょっとあの競技的なね、うん、織田信成伝説行くともうこの織田信成大好きだった大好きだったのはチャップリンの曲を踊ってる時とかあとマリオスーパーマリオ、ね、スーパーマリオ、ね、なんかみんなと違うことしてるのがすごい面白くて真面目な顔してふざける海外の人の印象って信成くんの素性を知らない人ってみんな真面目な人だと思ってるんですよ、ね、なんか、はい、超、ガリ弁でみたいなバスちゃんの、ね、スタッフがいっぱい調べてくれてるんですけどね、うんうん、2009年はズボンのチャックが全開だったとか、はい2009年はね前回だったじゃなくて僕スポーツ賞飾りましたからチャック前回の絵が今だったら考えられないこんな人権侵害考えられないチャック開いてんのこんなんして一面やってチャック前回でも優勝いやいやいや優勝だけにしてくれよというね。あとは規定よりもジャンプ飛びすぎちゃう、うん、そうね2009世界選手権懐かしい、はい、これずっと言われる、ね、造語も作りましたからねで浅田真央ちゃんから泣きすぎと怒られたこと、うん、怒られたこれ本当に怒られた、うん、怒られたことあります、はい、怒られるんですねこれ、うん浅田真央さん怒ることあるんですか？なんか泣いてるから泣けないっていうのはよく言われます。あなたが泣きすぎてるがゆえに私はもう泣けない笑っちゃう。なんで本人よりも泣いてんのっていうのはもうあっこちゃんにも強まる。ちょっとほんまに泣きすぎ。これどうなんですか？年を重ねてきて、うん、まあ織田信長いい年になってたんですか、はい、累戦弱くなるっていう。なりますよりなってる。めちゃくちゃなってて。去年その、まあ、子供上の子が中学生上がった時にその制服を着たんですよ。もう時にも泣いちゃって制服を着た姿にもうわ、うん、ここまで大きくなったもうでうーってなってでもずっと泣いてるんですね信成くんはねなるちゃんあの他の人が知らない織田信成のここ知ってるみたいありますか、もう本当に中3の時に大人なのに勝手にバス乗ってどっか行っちゃってみんな困らして行方不明になってました。どこ行ったんですかね。全然もうニコニコして戻ってきて何事もなかったように、それでなんかお母さんがなんか信成くんって中3っぽくないねって何に相談してきて、それすごい覚えてます。それ合宿中、試合中、試合中です。大会中、はい。どこ行ってたんですか。どこ行ってたの。全然記憶ない勝手にバス乗ってどっか行っちゃうし、なんかトランプしててね、いいカードが取れないからってね、人の手札をねこう崩すように相手に飛びかかってうわーって言ってもう一回やろうって中3の一番先輩がやってました。大人げないやつがいますね。はい、でも今も多分一緒だと思います。ちょっと記憶にございません。記憶にございません。本当に信じるか信じないかはあなた次第です。はい、あの織田選手は何歳までやりますか。一応現役は次の国スポまでかなと思ってて、次全日本が最近あの大阪に決まったっていうニュースがあったので、地元に来ますね。はい、地元でやっぱり最後まあ有終の美を飾れたらかなっていう感じで、さすがに次の年がもうオリンピックシーズンで、はい、まあちょっと、ね、僕がいると、まあ、若手もね集中できないやつなので、そこ気使うね、もちろんそのオリンピックに行く気なんて毛頭ないし、もともとその復帰した理由がやっぱり自分のその技術的にも体力的にもフィギュアスケーターとしてやっぱ40までは絶対頑張りたいという気持ちが、そのためにもう一度トレーニングを力入れて頑張りたいというところ。なるほどね。やっぱ原点はそこなので、うん、まあ、最後全日本自分の地元でいい演技が、はい、あの披露できたらなって。これ最年長記録って何歳ぐらいなんですかね、うん、フィギュア男子ってね。今でもそれこそみどりさんとかもね、このドイツの大会とかに5月とかこう行かれてた。現役とマスターはまた違うのかな。あ、40歳かな。あの荒川静香さんがまだやっぱりその40超えてやられてるので、はいはい、荒川さんが頑張られてるまでは頑張りたいっていう。なるほど。これ50歳いきますね。カートブラウニングとかもっと滑ってるもんね。50でも滑ってる人はいるので、スケーターとして引退しますっていうのは言いたくないなっていうのはずっと、ね、ずっと、まあ、
滑り続けてたい、滑り続けてたから求められる限りは、滑りたいなっていうのがあります。高級車をもっと身近に、アクセリア。アクセリアの魅力は来店不要、リーズナブル、そしてカーラインナップが豊富。全国へ続々エリア拡大中、アクセリア。強くなりたい。今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セロビル。